第2代、タルボット伯爵の肖像画、メゾチントハン画、1844年。第2代、タルボット伯爵、チャールズ・チェット・オインド・チェット・タルボット、1777年4月25日1849年1月10日は、イギリスの政治家、貴族、1817年から1821年まで、アイルランド総督を務めた。 1783年から1793年まで、インガスター死者区の儀礼称号を使用した。ジョン・タルボット閣下とシャーロット・ヒルの息子として、1777年4月25日に生まれた。1786年4月19日に、父が国王の認可状を得て、ジェットウィンドウ性に加え、インガスター死者区も同様に、ジェットウィンドウ性に加えた。 1793年5月19日に父が死去するとタルボット伯爵位を継承した。1794年10月11日にオックスフォード大学クライストチャーチに入学。1797年6月28日に MA の学位を習得した。大学を卒業した後在ロシア特命全権大使チャールズウィットワースの随行員としてロシアで勤務。 1800年頃に帰国した。以降、ウィットワーストは、生涯にわたって友人であり続けた。ナポレオンによる、イギリス侵攻計画が噂された1803年には、スタッフ,フォードシャーで、志願兵部隊を編成した。1812年8月にスタッフ,フォードシャー当館に、1828年1月5日に、スタッフ,フォードシャー首席治安判事に任命され、 いずれも1849年1月10日に死去するまで勤めた。1828年のスタッフォードシャー、主席治安判事任命により、すべての主席治安判事が投函による兼任となった。1813年5月6日、王立協会フェローに選出された。同1813年5月に、ロンドン高校協会フェローにも選出されている。 1817年10月9日にアイルランド総督に任命され、同年に数密顧問官に任命されたが、1818 18年まではアイルランド担当大臣の第二代、順番シャクサーロバート・ピールが代わりにアイルランドを統治した。ピールとタルボット伯爵は同じくカトリック解放に反対したためか友好的な関係を維持したが、ピールの後任であるチャールズ・グラントは、 経験不足である上カトリック解放を支持しており、アイルランド政策をめぐってタルボットと衝突を起こした。1820年にダブリン選挙区で行われた補欠選挙に至っては、タルボット伯爵とアイルランド担当政務次官のウィリアム・グレゴリーがトマス・エリスを、グラントがヘンリー・グラタンを支持するという不一致を起こした。アイルランド総督の在任中に、 アイルランドにおける農業の発展に貢献したほか、1821年8月に、国王ジョージ4世がアイルランドを訪問、その直前の1821年7月19日に、聖パトリック勲章を授与された。アイルランド貴族以外の人物が、聖パトリック勲章を授与されたのは、第2代、タルボット伯爵が最初であり、2人目は30年後に、 授与された第二代ケンブリッジ公爵ジョージだった。カトリック解放には反対したが、ダニエル・オコンネルはタルボット伯爵が公正に行動したと評価、第二代クローンカリー男爵バレンタイン・ローレスもタルボット伯爵を称賛した。1821年12月に首相の第二代リバプール伯爵、ロバート・ジェンキンソンにより更迭され、初代ウェルズリー公爵、 リチャード・ウェルズリーが公認となった。アイルランドを去った後も、ピールとグレゴリーとの文通を続け、二人もスタッフォードシャーにあるタルボット伯爵の領地をたびたび訪れたという。1833年にオックスフォード大学総長選挙への出馬を打診されたが、辞退して初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーを支持した。 第二次ピール内閣への支持が評価され、1844年にガーター勲章授与を打診された。これにより、同年10月11日に聖パトリック騎士団から辞任、12月12日にガーター勲章を授与された。その後、穀物法廃止を支持した。1849年1月13日にインガスターホールで死去、インガスターの教会で埋葬された。 息子ヘンリー・ジョンが借位を継承した。1800年8月28日、フランシスト・マサイン・ランバートと結婚、救難2女を設けた。ありがとうございます。